今日はですね、ちょっと大事なお知らせがあって、緊急で動画を回しております。実は私、また骨折してしまいました。もうみきまり、いい加減にして何やってんだよって絶対みんな思うよね。悲しい。というのもね、数日前晩ご飯を作って、であとはマーさんが帰ってきたら一緒に食べようと思って待ってたわけですよ。で、晩ご飯の時間になって、さあ食べようかなと思って、キッチンからあっちのちゃぶ台ね、円卓の方に行く時に、このキッチンあるじゃないですか、我が家のこのタイルキッチンなんですけど、そこの角あるじゃないですか。そこのね、角、ここに足を引っ掛けまして、骨折してるの左足の薬指なんですけど、こうやって歩いてきて、このままガツンとぶつけて、ピッターってなって、こう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 なりました。情けないやら痛いやらで、ああ、これもしかして折れてるかもって思って、一応ね、冷やして寝たんですけど、次の日結構ね、指が腫れて紫色になっていたので、で、痛みもね、引いてなかったので、病院に行ったら、折れてるということで、初めは先生も、ああ、でもね、大丈夫かな、みたいな感じだったので、私も、あ、今回折れてなかったんだ、よかったって思ったんだけど、曲がっちゃったり、こうポキッとね、ずれたりっていうのは見られなかったので、先生も、ここら辺は問題ないね、みたいな感じで言っていて、関節の奥の方に炎症があるみたいで、あ、ここだね、みたいな感じで先生が言っていたんですね。なので、私も、あ、打撲か何かかなって思って、あ、よかったと思って、先生に、あ、じゃあ今回は折れてないんですねって言ったら、いや、折れてるよ。ほら、ここ見てみてって。そしたらね、なんか、本当に、なんて言うんですかね、パキって折れてる感じの画像が分かって、また折れてんじゃんっていうことになりました。ただ前回のね、骨折と違って、もうがっちりギプスで固めて松葉杖をつくっていう状態ではなくって、薬指なので、隣の指を添え木みたいな感じにして、テーピングで巻いて湿布をしている状態です。今回、まあ場所にもよると思うんですけれども、結構歩ける感じで、先生も、まあ普通に歩けるんだったら、あまりね、こう負担をかけなければ、普通に歩いて買い物行ったりとかね、普通の生活を送ってくれれば大丈夫ですって言ってくれたので、まあ今ね、普通に生活できている状態です。すんごい痛いとか、前回みたいにもう全く動けないみたいなことは全くなくって、普通に生活もできているし、買い物も行けているので、こう固定して歩いて生活もできるっていう感じの状態です。感じで、まあ普通には歩けるんですね。こういう網網の靴下、昔バーバが履いてたんだけど 涼しくていいよね 前回ね、骨折したのってここだったんですよ。こうひねってここを骨折したんですけど、今回はこの薬指のところの関節のところです。ちょっとだけね、ポキって、まあ、ちょっとだけって言っても、折れてることは折れてるんですけど、まあさ、不幸中の幸いということもあって、歩けるので、よかったと、よかったっていうか、よくはないけど、まあ、歩ける骨折って調べると結構出てきますよね。歩ける骨折ってみんな調べるんだね。まあ、骨折した人しかこのワードを検索しないと思うんですけど、私ぐらいじゃない？そんなの調べるの。昨日、まーさんがコストコに行って買ってきてくれたマカロンの詰め合わせです。っていうかさ、普通に買い物もできるんですけど、美味しい。仕事に行ったり、その辺買い物行ったりっていうのは、そんなに今まで見たく早く俊敏に動くことはできないんですけど、普通にできそうなので、マジでよかった。もうさ、なんで私ってこうなのってちょっと夜考えたよね。なんでだろう、なんでだろうって言っても、ただの不注意なんですけどね。去年骨折した時も、これを教訓に、もう丁寧にゆっくり生活するって決めたのに、人の性格って本当に一生変わらないよね。コストコでマーさんがこれも買ってきてくれました。昨日ぐらいまでは普通のスニーカーとか、ちょっとね、履けなかったんですけど、今日あたり全然なんか大丈夫そうだなと思ったんですが、せっかくマーさんが、このね、サンダル、
厚みもあってすごくさっき履いたら履きやすかったので、これを活用させていただきたいと思います。もうさ、私さ、今年の夏は履き倒そうと思って、ドクターマーチンのサンドルを、サンドルだってドクターマーチンのサンダルをイオンのポイントを全部使って買ったんですよイオンポイントで買うとね、めっちゃ可愛いから見て、これめっちゃ可愛くない？もうポイント使い果たして買いました。たださ、ドクターマーチンって革なので、履き始めってすごいさ痛いんですよ、馴染むまでね。普通の時でもこう革が馴染むまで足がさすごい痛くなるから、今の状態で絶対履けないっていうね。しばらくはこのマーさんがコストコで買ってきてくれたこちらのベージュのサンダルを履きたいと思います。なんだかんだ言ってさ、これ軽いし、こう厚みもあってクッション性もいいから、こういうのが一番役立つんだけどね。これから皆さんこう梅雨に入って路面が滑りやすくなって転ぶ方もいらっしゃるかもしれないので、あの怪我にはぜひ気をつけてくださいという、はい、私が言うなって感じなんですけど、まあ、普通に仕事も行くし普通に生活を送るので、動画も全然撮影できるので特に変わったことはないんですけれども、一応皆さんにまた骨折してしまいましたという報告動画でした。